はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画なんですけれども、いよいよ帰ってきましたニューヨークバーチャル観光の動画でございます。でね、まあ今までなんですけれども、いろいろなね、まあシリーズをやってきましたが、今回はですね、はい、夜景三昧ニューヨークのですね、いろいろな夜景を見に行こうっていうですね、そういった動画をお届けしていきたいと思います。でね、このね、夜景三昧なんですけども、実はですね、某旅行代理店がやっている夜景三昧っていうですね、まあそういったツアーがあるんですけども、それをですね、完全再現しております。なので、はい、今回ですね、まあこの動画を通してなんですけども、もう本当にですね、はい、もうね、バーチャル観光でございます。もうお金を払ってですね、まあツアーに行く、もうそれをね、そのまま再現するっていうことなので、超お得な豪華企画でございます。はい豪華企画とかつってあれなんですけども、でね、まあ今回なんですけども、もう本当にね、いろいろなルートを通っていくわけなんですが、はい、実際にですね、まあね、車で移動していきますので、まあそのね、移動中にですね、まあいろいろな案内をしていきたいと思いますので、まあぜひ今回の動画最後までお楽しみいただければと思います。それでは早速出発進行といきましょう。それでは早速出発いたしましょう。皆様、本日はたくやツアーズ夜景三昧ツアーにご参加いただきありがとうございます。これから皆様を素敵なマンハッタンの夜景を楽しめる3つの場所にご案内していきます。ツアーの定番ヒルトンミッドタウンから始まりまして、まず最初に向かうのはロングアイランドシティにありますガントリープラザ州立公園に立ち寄ります。ここではイーストリバー越しに見えるマンハッタンミッドタウンの様子をぜひお楽しみいただきたいと思います。そして続いて訪れる場所がブルックリンダンボ地区にありますブルックリンブリッジパークになります。他にも見どころはありますが、それはまた後で解説したいと思います。そして最後の3カ所目ですが、ニューヨークのすぐ隣の州ニュージャージー州ウィーフォー県にありますハミルトンパークに向かいます。このハミルトンパークから見えるマンハッタンは、北はハーレムから南はウォール街まで光り輝くマンハッタンの様子を存分にお楽しみいただけます。今回のツアーでマンハッタンの見どころを完全制覇できますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。それではいよいよマンハッタンを出てクイーンズ地区ロングアイランドシティに向かいましょう。今通っている橋はクイーンズボロブリッジ、正式名称はエドコッチクイーンズボロブリッジと言います。完成したのは1909年、全長1135メートルの橋になります。北側にはルーズベルト島とマンハッタンをつなぐニューヨークで唯一のロープウェイ、トラムウェイが通っています。またこの橋は映画スパイダーマンで登場したことでも有名ですね。というわけでロングアイランドシティに到着です。ここはシルバーカップスタジオをはじめ、いろいろな映画やドラマの撮影スタジオがあります。少し北に行くとアストリア地区には映像博物館もあります。この辺りは倉庫や工場街にもなっていて、少し街の雰囲気が変わります。またタクシー関連の会社もこの辺りは多くあります。街並みは高い建物が一切なくなるので、非常に空が広く感じますね。またこの場所はイーストリバーに近いこともあり、ところどころマンハッタンの高層ビルを見ることができます。そして倉庫街を抜けると飲食店や他の商店が見えてきます。この辺りは3階建ての建物が多く、1階にお店、2階から3階が住居になっているニューヨークの典型的な建物を見ることができます。非常に落ち着いた街並みですね。それではいよいよガントリープラザ州立公園に到着いたします。ここでは3分37秒しか滞在できませんので、ぜひその間にこの風景をとことんお楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。ガントリープラザ州立公園から見るマンハッタンの夜景をお楽しみいただきました。見る場所によって見える建物も変わりますので、いろいろ歩いてみていただくのが一番いいですね。国連ビルに隠れて見えなかったクライスラービル、そしてサミット展望台も場所が変わることで見ることができます。でもエンパイアステートビルはその分隠れてしまうので、一度に見ることができないのが残念ですね。それではこれからクイーンズ地区を出てブルックリンダンボ地区に向かいます。それではこれから高速道路ロングアイランドエクスプレスウェイに入ります。このロングアイランドエクスプレスウェイは1958年に完成しました。ロングアイランド島を東西に横切る約106キロの長い高速道路になります。この高速道路を中心に他の高速道路にも乗り換えもできますので、非常に利用者が多い高速道路になります。ラッシュアワーの時間帯は最悪の状態になりますね。それではここから BQE ブルックリンクイーンズエクスプレスウェイに乗り換えていきます。この乗り換えは非常に怖く、短い間に3車線分の車線を変更しないといけないので、私は恐怖の乗り換えと言っています。というわけで無事に車線変更も終わったので、 BQE に入って一気にブルックリンを目指していきましょう。ここで光り輝く橋が見えてきましたね。コスティアスコブリッジという名前の橋なんですが、ローカルすぎる橋なので名前を知っているニューヨーカーは一体どれだけいるのか、ひょっとしたらめちゃくちゃ少ないのではないかという疑惑もあります。色の変化は夜だけ楽しめるので、ぜひご覧ください。橋からは右手にはマンハッタンのミッドタウン、正面にはウォール街が遠くに見えます。車で移動するときにはぜひ注目してみてくださいね。それではいよいよブルックリン地域に入りますが、ブルックリンに入ると建物の様子も少し変わります。今はウィリアムズバーグ地区を走っていますが、この後ダウンタウンブルックリンを横目に見ながらダンボ地区に入ります。このダンボ地区の名前の由来ですが、ダウンアンダーザマンハッタンブリッジオーバーパスの頭文字 DUMBO、 この5文字でダンボとなりました。ダンボというとブルックリンブリッジが有名ですが、名前の由来はマンハッタンブリッジから来ているんですね。これから向かう場所にはジェーンズカルーセルというメリーゴーランドもあります。1922年に作られた古いメリーゴーランドで、もともとはオハイオ州のヤングスタウンにあるイドラ公園で22年間運営されていましたが、その後1984年に38万5000ドルでオークションでジェーンさんに売却され、2006年にこのブルックリンにジェーンズカルーセルという名前で公開されました。歴史あるメリーゴーランドはじっくり見る価値がありますので、ぜひ細かいところをご覧いただければと思います。はい、というわけでいよいよですね、マンハッタンブリッジのところまでやってきました。この後ですね、はい、ブルックリンブリッジのところを通りまして、いよいよ夜景スポットにやってまいりました。この場所ではですね、3分21秒間時間を取ってありますので、この夜景をですね存分にお楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。ウォール街の夜景をお楽しみいただきました。以前は工事をしていて見た目は良くなかったんですけれども、工事が終わると非常に綺麗な公園になりましたね。実は私も工事後を見るのは今回が初めてだったりします。非常に綺麗でびっくりいたしました。さて、これからブルックリンブリッジを渡ってマンハッタンに戻り、ウォール街を通ってワールドトレードセンター地区を通ります。その後はウエストストリートを北上していきます。まずは車窓をお楽しみいただきたいのですが、この場所はクリスマスシーズンの動画でも通りましたね。この後出てくるズコッティ公園はクリスマスイルミネーションがなくなって普通の暗い公園になってしまいました。途中違う道などを通りますので、ぜひその様子をお楽しみいただければと思います。それではしばらく車窓をお楽しみください。はい、いかがでしたでしょうか。ウォール街の様子をお楽しみいただきました。この後10番街を北上するのですが、途中ミートパッキングディストリクトを横目に見ながらチェルシー地区に入ります。10番街に入るとすぐ右手にチェルシーマーケットが見えてきます。その上を通るのがハイラインですね。ハイラインから10番街を見下ろせるので、ハイラインを歩くときはぜひ空からの眺めを楽しんでくださいね。この10番街を北上しますと目の前にはハドソンヤードが見えてきます。ハドソンヤードといえば展望台のエッジが有名です。以前動画で紹介しているのですが、展望台にはガラス張りの床があります。ガラス張りの床はある意味恐怖体験を味わえますので、ぜひ体験してみていただければと思います。それではいよいよマンハッタンを出てニュージャージーに向かっていきましょう。今回はリンカーントンネルを使っていきます。リンカーントンネルはマンハッタンのミッドタウンとニュージャージーの方々圏をつなぐ全長 2.4km のトンネルで、1937年に開業いたしました。マンハッタンとニュージャージーをつなぐ道路は全部で3つあり、ダウンタウンを通るホーランドトンネル、そしてこのリンカーントンネル、そして最北端にはジョージ・ワシントンブリッジがあります。この3つの道路はラッシュアワー時間帯は非常に混雑するので、トンネルや橋を通るのに車の渋滞が恐ろしいことになります。それではニュージャージーに到着です。最初の出口は方々圏、そしてジャージーシティに抜けることができますが、今回はウィーフォー圏に向かいます。車窓からマンハッタンの夜景が少し見えますので見逃さないでくださいね。ここは閑静な住宅街になっているのですが、ウィーフォー圏にあるハミルトンパークは夜景の名所なので多くの観光客が来ます。またデートスポットとしても非常に人気のある場所となっております。それでは最後のハミルトンパークからの夜景を心ゆくまでお楽しみください。Thank you.
はい、いかがでしたでしょうか。夜景三昧最後の場所ハミルトンパークをお楽しみいただきました。もうねこのね眺めもう本当にですね感動的なわけでございますね。でね、今回なんですけれども、ガントリープラザ州立公園から始まりまして、そしてねブルックリンのダンボに行きました。そしてね最後のですねこのハミルトンパークに来たわけなんですけども、もうやっぱりですね、このねハミルトンパークが一番綺麗でございます。はい、もうねこのね見た瞬間の感動がね、やっぱり違うわけでございますね。はい、というわけでね今回の動画なんですけれども、ニューヨークバーチャル観光ということで夜景三昧、こちらをお届けいたしました。またねぜひね、このねニューヨークバーチャル観光企画やりたいなというふうに思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。